ソーラマトゥル、左の皿に、ハンギキョット、フリューツプンガル、リフラルピールサ、ブローズミオール、ハウカール、スビズ、右の皿にルークブラウズとフラットブラウズ。ソーラブローとは、北、大西洋の島の住民、特にアイスランド人によるご馳走が出される宿宴である。そこで食べられるのが、ソーリガツの食物という意味のソーラマトゥルであり、アイスランド古来の国民的な料理である。総理は、 北欧神話における霜や冬の擬人化で、古くから通る神と同一視され、アイスランドの旧暦の第四の月の名でもあった。本来のソーラブロートは総理に生贄を捧げる祭儀であったが、アイスランドのキリスト教家に伴い衰退した。19世紀のナショナルロマンティシズムの交流とともに、ソーラブロートは真冬の祭りとして再興された。近代における、 最初のソーラブロートは1873年にコッペンハーゲンでアイスランド人の学生たちが開催しトールを称えるための夕食を共にしながら演説や詩の朗読を行ったというすぐにソーラブロートはアイスランドの伝統行事となり特に独立運動に熱心な青年会や学生グループにより盛んに行われた今日のようなソーラマトゥルは1958年に レイキャビークのナウスティズというレストランがアイスランド国立博物館に収蔵されている昔の木製のトラフに似せた食器を作り当時すでに珍しくなっていた伝統食品を盛り付けたのが始まりである昔ながらの書くことのできないソーラマトゥルの献立は以下の通りである生鮮食品の手に入りにくい季節の祝炎のため料理のほとんどは保存性の高いものである ケーストルハウカールケーストルハウカール腐敗臭の強い、発酵したサメの肉、スユールサジルフリューツプンガル羊の陰謀を熟成させたもの、スビズ羊の頭部を炭焼きにしたもの、スビザスルタ前日のスビズのコンフィ、リフラルピールサリフラルピールサ羊のレバーで作る、ソーセージ、ブローズミョール一種のブラッドソーセージ、リフラルピールサと同じ製法で作られるが、血液が入っている。 名称は、死と死亡の意で、また、スラウトルとも呼ばれる。ハルズフィスクルハルズフィスクル叩いて、柔らかくした魚の干物。大抵は、たら、小ラ、または大西洋ウオである。バターを添えて供する。ハンギキョット小羊の足をいぶしたもの。かけられた肉の胃、ルンダバッキ死亡の多い羊のトモバラ肉を巻いて、乳製につけたもの。セルシュレーファルアザラシもしくはオットイの足ひれ。 アザラシ等をお料理の提供者自身が捕獲した場合のみ、供される、ルークブラウズアイスランドの昔ながらのライ、麦パン、蒸した、セットルークブラウズと焼いた、オフンバカズルークブラウズがある、フラットブラウズ、フラット曲ウるルライ麦の平焼きパン、カルトヨフルスタッパマッシュポテト、ローフスタッパマッシュしたルタバが、その他、乳製に漬けたクジラの脂肪などがある、近年、若者を中心に、 伝統的なソーラマトゥルの料理を嫌う者が増えているため、レストランのソーラブロートでは、鶏料理、ステーキ、ピザなども供されるようになった。しかし伝統的なソーラブロートの愛好者はこれを邪道と考えている。今日では、ソーラマトゥルは、主に1月半ばから2月半ばにあたる、北欧の旧暦でいう、総理月の期間、特に古代文化を再現する。 真冬のソーラブロートの祝宴において食されている。総理月の間、レイキャビークをはじめとするアイスランドの多くの地域のレストランでは、総理のビュッフェが提供され、大変人気がある。そこでは、多くの場合、トログと呼ばれる木製の大皿の上に、ソーラマトゥルが盛り付けられる。ソーラブロートの席においては、アイスランドの地酒、ブレンニビーニやウォッカがしばしば大量に消費される。今日では、 アイスランド中のほぼすべての自治体だけでなく、職場や社交、親睦団体でもソーラブロートを催すため、アイスランド人にとって、総理月の間に数回ソーラブロートに参加することも珍しくない。ほとんどの場合レストランにソーラマトゥルの仕出しを注文するが、参加者がトログに持った料理を持ち寄る地域もある。ソーラブロートが、総理の次の5月にも連れ込むこともあり、その場合、 ゴアの祝宴という意味のゴーウグレジと呼ばれるアイスランド映画コールドフィーバーにおいてソーラブロートの場面がある人々が酒とソーラマトゥルそしてダンスや歌を楽しむ様子が描かれている主人公が入ったホテルのフロント係がアイスランドのごちそうが出る盛大な冬の祭りがあると告げる会場では長方形の盆のような木製の大皿に盛り付けられている料理が超テーブルの上に バイキング形式で並べられている。そこから大勢の客がそれぞれの鳥皿にスプーンで好きな料理をとっている。主人公が今食べたのが羊の眼球だと教えた老人が彼にブレンニビーンをおごるがグラスから何気なく飲んだ主人公がむせるほどの強い酒である。すっかり酔っ払ってから部屋に戻った。主人公は狐色に焼かれた羊の頭部をコートのポケットから取り出し、 丸かじりする、ありがとうございます。